こんにちは。こんにちは。ゆうきです。ないです。今日は土曜日なんですけど。土曜日ですね。もう見ての通り私たちもサングラスしてる。てかおでこ広くない？結構暑いから外でなんかしようって話してたんだよね、もともとね。そうそう。休みもお互い土日最近でなかなか会ってなくて。久々に土日なんかフルで一緒にいられるみたいな感じなんで。そうそうそう。今日はどこに来てるでしょうか？明治神宮前。なんて言った？原宿？原宿のフードフィスに行きたいと思います。イエーイ、行ってきまーす。暑い。めっちゃ暑いね、今日。この間はここフードフィス来た時、ドイツだったんだよね。そうそうそう、結構好きなんだよね、うちらこういう系。洋服もある、うん、だって今日あれだよ、ワールドフード&ミュージックフェス、ミュージックフェスだから。こだわりハーブソーセージがいいな。こだわりハーブソーセージ。あ、でもチョリソーが言ってたかな。チョリソーいいじゃん。何個入ってんだろうね、そもそもね。あ、でもハーブは1本だって。あれは1個頼む。あ、どっちも1本だ。あ、ローストポテトも美味しそう。ああいうなんか、あ、あり。じゃあカポーライスを食べて。乾杯。うーん、やばい、うまっ。どっち食べた？ドイツ。あのすぐってやつってなんだっけ？なんかあの焼酎って書いてある。米焼酎。今日前チートデイだから。いけよ。ビール5本飲むまで帰れませんから。結局ピクニックになりました。椅子はあるっちゃあるんだけど、すごい日向な日陰な日向なの。座ってられない。もう絶対暑くてキンキンでカンカンキンカンでやばいねってなって、でちょうどどっかの誰かさんが持ってきてたのよ、このレジャーシートを。天才、マジで。うまっ、なんかハーブの香り。ハーブ食べよう。チョリソー食べた？食べたんだ。ハーブ食べた？チョリソー。あ、おいしい。うまっ。ハーブも超おいしいね。ハーブも出ちゃってる。おいしい。ギャパオ。ちゃんとした俺ギャパオライス食べたことないかも。結構ナシゴレンが食べたいんだけど。あ、最高なんか。食べる場所がさ、日陰か日向によってさ、絶対テンション違うよね。不便と不便じゃないか。もう行こう。あ、熱い熱い。無理無理。中のご飯食べよう。ゆっくり食べていいよ。想像できる。なんで一方的に前だけがさ、前だけがさ、気が悪くなるみたいな言ってるけど、ゆうきだって絶対に、ね、え、今出してるとか言いながらするよ。やめてくれ。俺、酒上がってこようかな。いいよ。いっぱい食べた。食べた。ビールも飲んだ。16時ぐらいかな。ランチがもうそもそも遅かったんだよ。14時とか14時ぐらいに着いたんだよね。そうそうそう。だから今日
今日1日目の初めての食事があれだったんだけど、スパイシースパイシーだよね。ガバオとかだったんだけど、ガパオマジでうまかったね。美味しかった、辛かったけどすごい美味しかったね。もう一個食いたかったでしょ。なんかちょっと散歩がてら、うわ暑いんだけど、めっちゃ日陰はギリだね。ね、代々木八幡の方行って、ちょっとブラブラしながらアイスとかも食べたいねみたいな話してるんだよね。ね、冷たいのを食べよう、食べよう。ああ、指切り書いてる。あ、間違えた。あくびしてる。どう？おいしい？やっぱり締めはコーヒーだね。わかる。口がさっぱり。ね、いいとこ見つけたね。ほぼ外です。ね、超気持ちいい。外。知ってまーす。おいしそう、そのカフェオレ。カフェオレおいしい。マジ？うん、デザートなんじゃない。今日は違うね。本当はハンバーガーとか食べるときは。カポテト。キャラメルがパリパリだね。うまい。ちょうどいいね。寝たいと思います。Sometimes I understand I'm making all the wrong demands in life. It never pays in the end. But still I am here, moving on like before.プレゼントでもらいました。嬉しいね。これ明日の朝ごはん。朝ごはんなんです。朝ごはん。サーターアンダギーどうやったの。ちなみに酔ってませんって書いておいて、なんか酔っ払うとこういう感じの人なんだって思われるの嫌だから。普通の人でそう思われることも嫌か。なのでなんだべ。で、まあ、お家に帰るかカラオケに行くかって感じです。見てくれてありがとうございました。ボツ。見てくれてありがとうございました。バイバイ。